どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間ですえ。今日はですね、商品作りのコツについて、まあ、2つお伝えしようかなと思っております。ナミさんの方からもね、非常に参考になる3つのポイントが、まあ、届いたわけですけども、私は別の切り口で、さらに他の方にもね、参考になるようにお話したいと思うんですが、商品作りのじゃあコツ2つに分けるとして、1つ目は何かっていうとね、あのやっぱり問題解決がそこに入ってるってことなんですよね。 ま、商品ですから、それを手にして、何らかの問題解決をすることは当たり前なんですけども、あの、この問題解決は、私はいつも4つのクワドラントに分けてるんですよ。1つは、商品を作るために、お金の問題解決に根ざした商品なのか、または、仕事の問題解決に根ざしたものなのか、恋愛の問題解決、そんな商品なのか、健康の問題解決なのか、 っていうふうに大きく四つのどれで商品作るかってことを決めていけるかどうかってことになってきますよね。まあその他この四つのポイントの中でもさらに細かく分けていって商品っていうのを作るわけなんですけども、そのためにはね今回お話しする二つ目のコツっていうのが必要になってきます。まあそれはですねマーケットにアンケートを取ることなんですよ。でアンケートを取ったところで答えが返ってこないかもしれないってご不安があるかもしれませんけども。 そもそもアンケートに返信がない。そんなマーケットだったら商品売っても売れません。ですので場合によってはアンケートを書いてくださった方にはプレゼントを差し上げますとかね。それからなんか3万円相当の何がしみたいな感じでね、お送りするといいと思います。もちろん現金1000円とか2000円とかでもいいと思いますけどもね。まあ、そこはお問い合わせが殺到するということでしたらコストがかかっちゃいますけども、アンケートの回答がね、まあ、2件とか3件っていうふうに見込んでいるんだとしたら、 まあ、そこそこの金額のものを渡してもいいんじゃないかなと思います。はい、こういう風な感じでね、マーケットの声を聞くことによって、まずは、注文を取ることを先行しましょうっていうのが二つ目のポイントになります。まずは注文を取るんですよ。売れる見込みを立てるんですよ。もしくは、販売前に制約をするんですよね。商品これから作るんですけども、もしね、今予約いただいたら値引きをしますよとかね。そういった形でやっていくことができると思います。あの、コンテンツ販売ってね、 実は商品を作った後で売るとそれが外れた時のダメージが結構でかいんですよもちろんコストはかかってませんけどもせっかく作った商品が無駄になるってことなんですよね、まあ、ですのでできればねあのどんな商品を欲しがっているのかマーケットに時間をかけて聞くっていう、まあ、そんなことが大事になってきます例えば恋愛の発信をずーっとしていってそこにコメントや質問が続くようでしたら恋愛に関しての商品を作るんで 皆さんどんなものが欲しいかアンケートお願いしますみたいな感じでアンケートを投げるとあったまったマーケットから返ってくる反応つまり反応するってことは商品を買う可能性が高いってことなんですよ、まあ、ですのでその人たちに対してどんな商品を作るのかってことを織り込むことができるんですよね、まあ、それから先ほどちょろっと言いましたけども3万円相当の何がしっていう表現ねこれ実はね商品リリースした時にあなたはアンケートを答えてくれたんで3万円値引きますよっていうふうなことにも使えるんですよ まあですんで、あの、3万円相当の何がしとかね、実際に現金いくらとかね、そういったものを使い分けることによって、結局商品を買わざるを得ない状態にもう追い込んでいる。つまり、アンケートを取るっていうのはもうすでにね、売ってるのと一緒、プロモーションの一部なんですよ。そして、発信の内容を一定期間、同じものに絞るってことも、そこはそれでね、もうすでにマーケティングが始まってるんですよ。じゃあ、恋愛の問題、とかく、 50代の恋愛の話をずっと始めた時にねそこに定住する視聴者さんがいるとしたらその人には商品売れる可能性高いってことじゃないですか、ね、そういうふうにしてどんどん発信によって視聴者さんを絞り込んでいくっていうふうなフィルタリングをかけることができるんですよね、まあ、これが商品販売のコツ2つのコツじゃないかなというふうに思いますけども皆さん参考になったでしょうか、えー、ともちろんね他にもいろんな方法がありますんで他の方法はダメだよってことではありません ただこういうふうに、今回はこの条件で販売してみよう。今回はその条件で販売してみようっていうふうに、いろいろと模索していくのがテストマーケティングっていうものじゃないかなと思って、今回の動画にさせてもらいました。あぜひね、固定観念に縛られることなく、いつもまっさらな気持ちで挑戦していきましょう。それでは、いってらっしゃい。